はい、広島手芸雑貨店レッチェの向田です。本日はワンデーワンハンドメイドではなくて、先日開催しました水戸店ハンドメイドフェアの例と、今後の予定を ご案内したいと思います。はい、こちらです。8月に開催しました水戸店ハンドメイドフェアですね。こちらレチェも企画に携わっていて10回目だったんですけど、10回目をもちまして終了となりました。本当に名古屋とか山口とか福山とか、あと YouTube 見てきましたとか、あとインスタグラムの方が多かったですね。インスタグラム見ましたっていう感じで、ご来場いただきまして本当にありがとうございます。出店者もいろいろ変わったりもしたんですけど、ずっとこうもうほぼ4年間ですね、4年間ずっとミドリー天満屋さんの方でイベントを定期的に開催させていただいて、本当たくさんの方とつながることができて、はい、とっても嬉しかったです。ありがとうございました。そして、水戸天ハンドメイドフェアの時にガラスドームのワークショップをしたんですけど、まあ、家族で楽しい時間を過ごしていただいたり、まあ、いろんなこうガラスの中にいろんなクリスタルとかを入れるんですけど、みんなそれぞれもう赤と白だけでカープ色にしたりとか、まあ、もうぎっちり詰める方とか、もう水色と白とかで夏っぽくする方とか、ちょっと秋を先取りして赤とかでこうダークな感じにして大人っぽくされる方とか、本当にいろんなハンドメイドをたくさん見させていただきました。本当一緒に楽しいこうものを作るっていう時間を共有できて、はい、すごく楽しかったです。ありがとうございました。そしてもう一つお知らせが、じゃん、リビング新聞、リビング広島新聞社、はい、こちらですね、全国にも多分あると思うんですけど、広島版の方にここに、はい、YouTube を使って家族や友達に、楽しい動画を送ろうという企画がありまして、こちら8月27日号なんですが、もう多分無料配布されていると思うんですけど、電子版もありますので、ホームページの方で、リミングさんのホームページの方でこの記事は見ることができます。そして1面と2面をこちらですね、開いたところの2面のところにも掲載していただいてます。レチェの今までやってきたアクセサリーの簡単な作り方、こちらの方をちょっと取り上げていただいて、まあ、なんで動画を始めたかっていうのが、まあ、アクセサリーの可愛いものがあるんですけど、パーツがあるんですけど、これ一体何に使ったらいいんですかってすごくたくさん聞かれたので、こういう感じで簡単にアクセサリーが作れますよっていうのをたくさんご提案できたら、みんなこうこれなら自分でもできるかなとか、やってみたいなとか思ってもらえるといいなと思って、YouTube の配信を続けてます。もうすぐ多分400万再生回数いくと思うんですけど、その時には何かまた皆さんに喜んでいただけるようなプレゼントか何か、はい、企画をしていきたいと思います。多分8月中には400万再生回数いくんじゃないかと思いますので、はい、また、キャンペーンやプレゼントの時はまた告知しますので、よろしくお願いします。はい、そして、もうそろそろ秋冬物が入ってくる時期なんですけど、9月の末から10月の初旬ぐらいに入ってくるので、ホームページやイベント店舗なんかで出せるのは多分準備ができるのが10月の中旬以降になると思います。なるべく急いで写真や説明文などを撮ってからホームページなんかにアップしたいと思うので、一番早いのはおそらく店舗に出すのが一番早いと思うんですけど、10月以降レチェがこうイベントを出展するのがですね、2つあります。1つが10月21日金曜日にナチュールマルシェという手作りフェアっていう、広島でものすごく古くからずっとやってるイベントがあるんですけど、こちらの方に久しぶり、5年ぶりぐらいかな、ナチュールマルシェというイベントに出展させていただきます。そして11月9日水曜日から11月14日月曜日までアルパーク天満屋さんの1階で、イベント出展させていただきます。そうですね、水戸店のこと、リビング新聞掲載のこと、イベントのこと、新入荷のこと、はい、4つのお知らせをいたしました。これからもコツコツ頑張っていきたいと思います。 YouTube の配信はちょっと9月は強化月間としてたくさん、もうすごくたくさん頭の中にあるので、それをどんどん作って、はい、皆さんと手作りを、はい、シェアしていきたいと思います。はい、以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。
今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましても、こんなの入れてほしいとか、まあ、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向井田でした。